ちょっとね、まあ、さっきの続きですけども、淡井圭介よりいつものルートで送った政治経済の提案について、5の続きです。で、もうスポーツ選手もちょっと嫌なこと、4の、さっきが5で、これが6ですね。訂正します。これが、さっきのが、5で、これが6ですね。で、スポーツ選手もちょっと嫌な、聞こえ方したかもしれませんけども、全人類が協力してね、河川回収、水門回収系玉発電とか太陽光パネル、頑張って敷設しなかったらダメですから、もう建築業界なんかもう建物作ってる場合じゃありませんよ、本当に。万博ほどわんぱくなものはないって記載してますけども、あっちこっちイランも作りすぎす、鳴門海峡と瀬戸大橋とかも、明石大橋、明石を、瀬戸大橋は別にして、あそこは電車通してるからまだいいけども、明石大橋と、淡路島の高速道路とか、鳴門海峡なんかほとんど車走ってませんから、誰やこんなことを言い始めたのだと、1兆何千億円も使い込んでと。まあ、それもマスコミの方で調べてくれっていうことで、もう調べついて行き着きが、淡路島の区長か市長かそのあたりだったんですよ。もう、それを一人の人間のせいにしてもしょうがないから、その人も糾弾するのもやめろと。みんな何をしたらいい、良くて何をしたら悪いのかっていうことをまず覚えてくれと。で、報酬に関しても、だからもう所得税で僕は制限したかったんですよね。スポーツ選手も含めてそうなんですけども、一人の人間が得て良いような金額じゃないような金額を、所得を得てる人間は多すぎるんですよ、世の中。だから、ああいうふうな僕からの提案の所得税率表を、ホームページに載せています。だから、100億円も稼いだ人が99億円納税してくれっていう、何十段階式だったかな、もう、ああいうふうな表を作ってますけども、けどもう1億も1年間に稼いで自分のポケットマネーとして使えたら、もういろんな、遊びで満足できますよ。ね、あんまり移動しちゃダメ。海外旅行とか飛び回っちゃダメ。もう石油の残存量が底をつきかけてる。もうここは全人類の正念場。自然再生可能エネルギーを進めなかったら人類、終わります。あと、何か言っておくこと。そうですね。正規のルート、神戸市議会の自民党の方の、政務調査官の方に、地下水流トンネル発電の話をしに行ったら、追い返されてしまうんですよね。だからやっぱり岸田総理とか、元総理だった菅さんとかが、僕に直接会いに来て、この話進めてもらわなかったら、多分僕に聞いた方が分かりやすい部分あると思いますんでね、しっかり説明できますんで、もうとにかくマイクロウェーブで飛行機飛ばせるところまで、持っていきましょう。まあ、だいぶ先の話ですからね、2050年ぐらいに、そこまでも、そこまでオール電化と自動車化で大量の電力が必要ですからね、オール電化と電気自動車化で1日の発電、自然再生可能エネルギーの量が3億キロワット以上はなかったら無理でしょうね。日本の場合は。で、まずグレーの皆さんに、お礼ですけども、この間出た曲なのかな、オンリーなんとか、ちょっとどこかにメモしたんですけど、ね、ちょっとだけ離れますね。どこにメモしたかな、ちょっとね、僕ももう対応しなきゃならない情報量が多すぎて。メモ用紙出てきました。オンリーワン、オンリーユーですね。本当にもう何でもメモですよ。メモしなかった人間覚えれませんから、人間なんかもう3日前に食べた食べ物すら忘れてしまいますから、そんなもんですよ、人間の記憶力なんか。あとは、アンボーさんの、新時代、ワンピースで新世界っていう世界があって、こちらは新時代を、作っていくと、そういうようなことを、昔 SD カードとか USB メモリーで、いつものルートで送って、話が
ワンピースの、小田先生とか、スタッフの方たちに伝わってるかと思うんですけども、まあ、ワンピースの世界で覚醒という概念も、あれもともと僕の提案で作ってもらった、中国の、今、現在、別光という会社の、我が天下と、我が天下戦国風。これは私の提案で作ってもらったゲームで、もう、フィールドマップはこうで、武将はこうで、兵種があって、で、こんなだいたいこんなパーセンテージで、こうで、こうで、ああでって、いろんなことを言って、まあ、戦馬の話とかも、あんなもう全部してるんですよ。一番最初の頃の段階から、作られる前から、販売される前からですよ。だ最初からもう、ああいう風な内容で、まあ、専用武器があって、とか、大々色とか、なぜね、大々色にしたかって言ったら、金色と大々色って似ていて、最終的に銅がなかったら、金を使うしかないんですよ。電気を通すには電線とか。あと、タービンコイルですね。タービンの電気を、発生させた電気を吸収するコイルの方ですね。だから、コイルは銅を使うから、銅は少ないですからね。スポーツ界で銅メダルとか金メダルをたくさん選手に配っちゃうほど大会を開いて、それだけ銅が市場に出回らなくなってしまうから、これね、まるで金メダルとか獲得したものを売る人はお金のためにスポーツをしていたのかとか、そういうふうな批判を恐れるかもしれませんけど、違いますよ。これからの時代、かっこいい選手の時代は、市場にどんどん自分がせっかく手元に持っておきたい金メダルを売ること。銅メダルを売ること。そしたら、それだけ金属を、の供給不足から、脱出できますから。まあ、これが正しい認識ですね。まあ、いろんな業界と繋がってますし、そうそう、これいつものルートで起こりますけど、ベルセルクという作品が、まあ話が途中で止まってますけども、まあ作者の方が、まあ亡くなったということで、生き残ったスタッフの人たち、もしかしたらまだ生きてる作者の人含めて、全力で、最後まで作品描いてください。で、最後は私からの要望ですけども、やっぱり主人公であるガッツ、には幸せになってもらいたい。悲しいストーリーってね、本当に悲しい人生を送ってきた人には辛いんですよね、見ていて。いろんなことを思い出して。だから僕はそれがわかるし、そういう人たちの気持ちもわかるから、だから本当は、いろんな作品、最後はやっぱりハッピーエンドが一番ですよ。どうせ人間いつか死にますからね。もうどう生きたかですよ。美しく生きていきましょう。美しく生きていくっていうのは金じゃない。みんなのことを考えてあげること、これです。以上、淡井圭介からでした。ありがとうございました。本日はこの辺で失礼します。